はい、どうも大です。さあ、今回はですね、達人の円筒の入手方法をご紹介していきたいと思います。で、一応ね、このアイテムを入手するためにはいろんな条件とか、あとクエストとかもね、何個かこなしていく必要があるので、今回はね、それらの情報をできるだけ分かりやすくね、まとめてみましたので、持っていないという方はね、参考にしていただければと思います。まずはですね、ストーリーを上位クエスト解放まで進めてください。で、上位クエスト解放されたらね、探索でも調査でも何でもいいので、正気の谷のね、多分ね、6番から8番あたりにドスギリオスがいると思うので、ドスギリオスをね、探してください。で、ドスギリオスと遭遇すると、右にね、ドスギリオスを発見っていう画面が出るので、この表示が出たらね、一度拠点に戻ってください。そうするとね、最後の画面ですね、ここにね、新しいフリークエストが追加されましたっていうアナウンスが出ると思うので、これをね、掲示板で確認してあげると、星6のところにね、痺れるあいつは隠し味というフリークエストが追加されていると思うので、これをね、こなしていってください。これがね、まずね、1つ目のイベントクエストになります。さあ、クエストをね、完了したら一度ね、研究施設へ来てください。そうするとね、一番上にいる3騎団の騎団長、この人のね、頭の上にびっくりマークが出てると思うので、この人にね、話をしてください。そうするとね、ここでね、新しい食材が追加されると思うので、これをゲットしたらね、次は後ろを振り向いてください。そうするとね、次はね、物資補給係の人に、びっくりマークが出てると思うので、次はね、その人に話しかけに行きます。で、この人からね、納品バウンティー達人にふさわしき一杯をね、受けることができます。で、これからね、2つ目のイベントクエストになります。で、もしかしたらね、この納品バウンティーが発生しないよって方いるかもしれないんですが、そういう方はね、これ条件が上位の飛びかかちを狩猟していることっていうことになっているので、多分ね、狩猟してない方だと思うので、まあ、探索なりフリーなり調査なりも何でもいいんですけど、上位のね、飛びかかちを狩猟してください。そしたらね、多分ね、ここでね、バウンティー出ると思います。さあ、雷撃袋2つが集まったら一度拠点に戻ってきて、調査資源管理所でね、これね、納品してください。これですね、達人にふさわしき一杯で、これをね、納品すると、達人ビールというね、アイテムを入手することができます。で、これはね、入手し終わったらまたね、研究施設へ戻ってください。で、研究施設に戻ってきますとね、今度は下にいるね、この人に、びっくりマークが出ると思うので、この人にね、話をしてください。で、ここでね、またフリークエストが発生するので、飛びかかちの捕獲ですね、これが発生するので、これを次はね、こなしていってください。これがね、一応3つ目のイベントクエストになります。さあ、捕獲が完了したらまたね、研究施設へ戻ってきてください。そうするとね、次はね、2階にいる、この人、朗らかな学者って人にびっくりマークが出てると思うので、この人にね、次は話しかけてください。で、ここでね、再び納品バウンティーが発生すると思うので、これがね、4つ目のイベントクエストになっております。で、これね、納品する素材がドドガ丸の素材になってるんですが、これね、もしかしたらこの納品バウンティーが発生しないよって方いるかもしれませんが、そういう方はね、これドドガ丸をね、多分倒したことがない方だと思うので、そういう方はね、一度流結晶の地にね、ドドガ丸いるので、まあ、フリークエストなり探索なり、調査なりも何でもいいんで、一度ね、ドドガ丸倒してみてください。そしたらね、多分ね、ここでね、納品バウンティー発生すると思うので、試してみてください。さあ、素材がね、集まり終わったらまたね、拠点に戻ってきて、で、調査資源管理所でね、納品を済ませてください。これですね、で、これをね、納品し終わると、レウスウイスキーという素材がゲットできるので、で、これゲットしたらね、またね、研究施設へ戻ります。で、研究施設戻ってくると、次はね、一番上に気球開発員という男性がいるんですが、この人のね、頭の上にびっくりマークが出てると思うので、次はこの人にね、話をしてみてください。お疲れさん、頼んだぞ。はい、でするとね、ここでまたフリークエストが再び発生するので、今回はね、このオドガロンの狩猟をね、次はこなしていってください。これがね、5つ目の、イベントクエストになっております。で、オドガロンをね、狩猟して帰ってくると、次はね、騎団長の、頭の上にね、またびっくりマークが出てるので、今度はね、騎団長に話をしに行ってください。で、ここでですね、最後のイベントクエスト、荒野の大大大暴動が、発生します。で、もしかしたらね、このイベントがまた発生しないよって方が出てくると思うんですが、そういう方はね、ディアブロス・アシュをね、一度も発見したことがない人だと思うので、まあ調査なり、まあ、探索なり、フリークエストなり、まあ、マルチで探してもいいと思うんですが、一応ね、ディアブロス・アシュをね、発見してください。そうしたらね、多分ね、ここに出ると思いますので、試してみてください。さあ、クエストを完了してね、また研究施設へ戻ってくると、またね、3機団の機団長にびっくりマークが出てると思うので、ここでね、話をしに行ってください。ああ。さあ、これでね、達人の円筒入手完了になります。もう、結構ね、進めてる方であればね、多分ね、この手順通りやればすんなり手に入ると思うので、まあ、持ってないって方はね、ぜひ参考にしていただければと思います。それではね、最後までご視聴いただきありがとうございました。もしね、何か不足している点とかね、あと補足説明あるよって方おりましたらね、コメント欄にいただけましたら幸いでございます。またね、励みになりますので、もしよろしければね、高評価とチャンネル登録していってくださると大変嬉しく思います。ではでは。